ニキビに貼るやつ貼ってなんか守ってくれるみたいな。そう、肌を保護してくれるらしい。そう、これで今私のニキビを守ってます。ちょうど帰宅しました。タイミング良いね。イソフラボン、イソフラボンは別にこれは関係ないかな。イソフラボンとはまた全然。今着てるモバメの服、そうモバメの服。今日皆さんラジオ聞きましたか？みかんちゃんが17歳、みなちゃんの顔小さいの、ほんと嬉しい。公園で話題になったピースサインの話、何も聞いてないよ。何それ。そうだ、私ねこの前マネージャーさんに言われて思い出したんだけど、スタコレ最近全く開いてなくて、みんな開いてる？スタコレ全く開いてなくて、びっくりするぐらい開いてなかったの最近。一時期あんなスタコレガチでだったのに。てか最近そもそも新しいの出た？出てないよね。開いてる。え、マジ？全然開いてなくて、しぶりにちょっと開かなきゃと思って今開いてみた。ちょっとどうなってるんだろう。あ、やばい、何個かパックが届いてる。ちょっと開けとこう。ブースティーファン祭りのやつもあるんだ。全然リナ出てないけど、あーこれもあったんだ。これもじゃあ私の集めなきゃね、ブースティーファン祭りのやつ。なんかさ、私ちょっとショックだったのがさ、48グループ新聞さんかながさ、ブースティーフェスのやつのさ、トロッコみたいな、トロッコと山台の女神みたいな、天使たちか女神たちか忘れたけど、なんか載せてたじゃん。私あれ写真なかったんだけど、トロッコ乗ったのに、初トロッコだったのに私の写真一枚もなかった。私と聖司エレナさんが乗ってたトロッコの写真一枚もなくてちょっと落ち込んじゃった。他のみんなトロッコの写真あったのに、なんか私なかった。初トロッコなのに悲しい。みんな乗ってるから、え、やった、やっとこういうのの写真乗るんだと思ったらなかった。結構ショックこういうの。結構ショック。山台の写真も別にないし、トロッコもないし、結構ショックです。トロッコ怖くなかった、思ったよりガーンっていう。リナはもしかしたら女神じゃなかったのかもしれない。初フェスも公式写真だ。なんか私なんだかんだそういうのなんか公式写真とかあんまないんだよね。なんでだろう、可愛くないからかな。でもそう、聖司エレナさんも一緒にお話した時に、私も初トロッコって言ってて、2人で初トロッコ記念だったのに、結構悲しいかも。スタッフさんも撮ってないの？わかんない。
まあでも仕方ないよねって、なんか言ってもどうしようもならないことだからさ、なんか HKT 公式には多分1枚ぐらいあると思うんですけど、さすがに。でもあのトロッコの写真がなかったの、その48グループ新聞さんのやつが。でもなんか最近こういうのってさ、なんか HKT だったらさ自虐でさ、なんか引用リツイートとかでさ、私のはないんですかとか言えるけどさ、なんか他の方々だからさ、そんななんか他のなんか外部って言い方したらあれだけどさ、の方々にさそういうことなんかしない方がいいんだろうなと思ってさ、なんか逆にさ向こうもなんかさ、こいつずうずうしいなとか思われてもあれじゃないですか。だからなんか、あんま言えない。そう。でも意外とこういうのって地味にショック受けるんだよな。うちらだけないんだっていう、わかんない、私たちだけじゃなかったかもしれないけど、でも意外とこういうのってね、実はね向こうなんかね、そういう別に公式とかもそうだし、その別に他の雑誌とかそういうネット媒体とか、あの公式さんとかってあんま正直気にしてないと思うんだよね。でも実はメンバー本人って意外とこういうの気にするんだよね。とか歌割りとかもそうだし、よくさコンサートとかのさユニットあるあるでさ、今回のはまた別だけどさ、例えばさ序列的に、例えば3人で歌いますってなった時に、序列的にあのチサビのその1人で、チサビの途中に1人で歌うパートがありますで、序列2番目の人が2サビでサビ中で1人で歌いますで、3番目の人がそのラスサビで1人で歌いますってなった時にさ、大体さコンサートとかってワンハーフだからさ、序列的には2番目の人でもが2番目なんだけど、その人だけなんか歌わりがないみたいなあるじゃん。ああいうのって意外とメンバー実は気にしがちなんですよ。ああそうなんだみたいな、序列的には私の方があれなんだけど、でも歌わりは私の方、私はないんだっていうの結構気にしがちなんですけど、でも多分意外とそういうのね、マネージャーさんとかってあんま気づかないんだよね。そう、意外となんかそんなに気にされてないって、これ多分結構あるあるだと思うんだよね、アイドルあるある。まあでも仕方ないんだよね。そう、仕方ないんだよ。まあだから何とも言えないよねっていう、ただちょっと寂しいよなっていう気持ちがあるかなみたいな感じ。なんかザ芸能界でも別にさ、その悪いなんかコインに乗せられてないとかじゃなくて、多分本当にただ気づいてなかったりとか、別になんていうの、なんていうんだろう、だから別にコインにそのいじめとかでされてるわけじゃないから、なんとも言えないんだよね余計こういうのって。チームグリーン大声ダイヤモンドリナちゃんセンターだけど歌い出し違うから同じに行くとか、あーそうそう、そういうのとかもそうだし、例えばじゃあ全オールでやり、オールじゃないフルでやりますってなった時、1サビはショット、あのなんだろう、例えば単独センターの曲ってあるじゃん、そんな感じでバケツとかはダブルじゃん。でも例えば最高回って一人のセンターじゃん、そういう一人のセンターの時とかに、じゃあ1サビ 横並びで1列になりましょう、でも人数は選抜16人だから0番をそセンターともう一人で割ってくださいっていうのも、意外と私はちょっと嫌だなって思っちゃうんだよね。せっかく単独センターの曲だから一人で0番立ちたいなみたいな、でも均等に綺麗に立つには0番を、その16人だったら0番を2人で割った方が綺麗に立てるんだよね。そうだから、そういうのとかもダブルセンターだったら別に仕方ないと思うの、2人で割ってもいいみたいな。だからそういうのも意外と私は結構気にしちゃうタイプかも。あーせっかくの単独だから1人で0番立ちたかったなとか、1番前立ちたかったな、だから自分センター曲で横1ですとかあんま好きじゃない私は大声ダイヤモンドもさフルでやってる時さ1番
確か横一列だった。ラスサビが確か横一列だったし、二サビはこういう逆ハの字みたいな感じだったから、逆ハの字の一番端っこだから別にセンターじゃないんだよなっていう、センター曲のはずなんだけど立ち位置的にはセンターじゃないんだよな。でも別にそれって構成上仕方ないんだよね。綺麗に見えるとか、その全部が全部同じ立ち位置にするのもあれだから、ちょっとなんかそこだけ変えてみるとかなんだけど、でもそのだから先生たち的にはその構成としてやってるだけであって、そう別にそんななんかこの子を単独で立たせたくないとかそういうわけじゃないんだけど、ただやっぱメンバーからしたら気になるよねっていう、気にする人もいるんじゃないかなっていう、私は結構そういうの気にしちゃうので、そうだから意外とちょっとなんかそういうとこでシューンってなったりする。あーせっかくだからなみたいな。私が会ったので悔しかったのはなんだっけ、ハロウィンのコンサートでさ、バニーちゃんでさバグってじゃん、センターだったじゃん。あれのさ最後の終わりでさ、次の曲が SNS ワールドだったじゃん。だからさ最後の終わり位置がセンターで終わるんじゃなくて SNS ワールドの一番最初の立ち位置で終わりましょうってなったの。でもさ曲終わりにさなんか優先して行こうでセンターで終わって、そのファンの人とかが私がセンターだったらこうリナちゃんとか言って呼んでくれるのが私はすごい憧れてたの。なんだけどその曲の構成上終わりが SNS ワールドの立ち位置だったから、 SNS ワールドの立ち位置的には真ん中じゃなかったの、私は端っこの方だったの。だからセンターの楽曲だったけど終わりがセンターできなかったことが結構ちょっと悔しかった。あーこれ私センターで終わりたかったなみたいな。でもそういうのってさやっぱそこって自分一人のわがままになっちゃうし、次の曲の構成上仕方ないから何とも言えないんだよねっていう。でも別にそれもその演出家さんは別に私が嫌いでやったわけじゃなくて構成でそういう風にやったわけだから、だからそういうのって何とも言えないんだよね。そう言っちゃダメとかじゃないんだけど、言ってどうにかなる問題でもないっていう。そうただちょっと真ん中で終わりたかったなーみたいなっていうのが結構あるかも。うん、意外と私こういうの気にしちゃうんだよね。めっちゃ唇のここの皮がむける。まあでも仕方ないからね、これに関してはね、構成の関係もあるし、そうどうしようもないよなっていう。明日はでも公演です。皆さん来ます？明日の公演来る人いますか？明日日曜だよね。明日もトリニータの試合見れないかも。唇の顔かな、向いちゃうんだもん。ストレス溜まったりとかなんか考え事するとね、こうやってこう向いちゃうんですよ。あ、じゃあトリニータの試合見たいな。見れるかな。2時でしょ。だまギリ終わってないぐらいかな公演が。それ癖、そう私癖なのよこれ。唇の噛むちゃう。だからボロボロになっちゃうの。実はさ最終節そうなのよ。でもなんか私さ毎回さ試合後のコメントがなんかちゃんとしたコメント言えなくて結構自分で落ち込む。なんかもっとちゃんとサッカーの知識があればいいんだけど。私は結構まだすごいかっこいい、すごいとかで見ちゃうから、なんかもっとちゃんとコメントできるようになりたい。仙台絶対負ける。なんかさなんかトリニータ今なんか大変なことに巻き込まれてるよね。巻き込まれてるっていうかあのプレーオフ進めるかどうかのあれでさ、なんかめっちゃ重要な立ち位置にいる謎の。やっぱり行きたいから一応我慢し、本当
後半は多分いけると思う。え、明日ってさ、どっちだっけ、昼夜、昼だよね明日、逆上がり。じゃあ多分いけるよな。髪の毛何しようかな明日。この前ハーフアップして、うん、てかこの前さ、ユニットのさ、ユニットでさ、抱きしめのさ、ラッサビのさ、あそこ出なかった声あの、あなたに触れずにのとこ出なかった、あそこ声カッサカサになっちゃった。消えたってそれでも構わない、あなたに触れずに、化石になるよりいっそ。悲しい、歌った瞬間、うわ外した、終わったって思った。HKT 防災来週になっちゃう。あ、本当は来週私、そう、この前あのロケ行ってたの、大分にロケ行ったの、それです。先週りなちゃんの X で撮るの様子がわかります。本当、先週私ちゃんと見れなかった時じゃない、あの梅崎さんのあれじゃないの、先週の最終の。あ、塩竹さん、メリーゴーランドありがとうございます。あー、まだ昼間のキスが唇の上に残るよよ、あなたのすべて両手で。明日何のユニットかな、確認しなきゃ。ジロクニさん最高ありがとうございます。最近私メイクがめちゃめちゃ下手なんだよね。なんか顔が最近可愛くない、こっち側がめっちゃ太ってる、なんでだ、こっちは逆にシュッとしてるのにこっち側めっちゃおデブちゃんなんだよね最近、なんでなんだろう。ラジオの2人は放送で放送が流れてる分だけ、そのたまにそのなんか時間がなくて何個か持ってるけど、じゃあその中でこれ読もうかってなるけど、基本的には見れないですね。見せてくださいって言ったら見れると思うんだけど、リモートだとなかなかね見れない。ニータのパペット買ってない、欲しい、あれメイクうまくいかなくても可愛い可愛いのかな、可愛くないよ。なんか最近また自分の顔が嫌になってきた。あー、ここの顔が一生向けてる。あ、まだ血が出ちゃったかも。明日持って、え、マジ？くれんの？ニータン？パペット？それは嬉しすぎる。あれめっちゃ欲しかったんだよね。あれかわいい。てか今日大分に天皇陛下が来てるのびっくりしちゃった。天皇陛下だっけ？皇后陛下？天皇陛下だよね。あれ行きたかったな。お会いしたかった。後ろに似合ってるね。これめっちゃ可愛い。ありがとうね。
マークでビカンガジさっさと買ってくる。ありがとう。交通規制半端なかった。いやだろうなと思ったし、あれだったかいかな。今日ちょっと別のお仕事もあったか行かなかった。か来年あれやりたいな。大分駅前の点灯式出たい。あれハンちゃんと一緒に出れないかな。なんか二人でイベントみたいな感じ。なんか2人でさ、あっけないこの駅とクリスマスがいっぱいぐらいなんか歌えないかな。街のイルミネーションは光の花よ、季節のフォトグラフ、ショーウィンドウは12月のカレンダー。スポーツバードのせいでそんなすか。そんなことある。恋人を待つ歩道にジングルベルト、ロマンスの足音、粉雪が明けなく手のひらで溶けるように、僕の片思いも一瞬だった。聞いてきただけでよかったかもね。あの曲好き、めっちゃ。風が急に冷たくなって、どんよりした雲行きは天気予報通り、バカのほど眠ったあたりで、雲間からやってきた君と誰か、さりげなく腕を組んでるのは、ベビー友達じゃないだろう。来年3月の16日まだ出演者の発表がない。どうなんだろうね。何も聞いてないけどね。出たいですけど。うん、でも雪降るね。降るよ、降るよ。もちろん。あいつ意外と寒いよ。ないのじさんでもまだ挨拶したことないんだよな。なかなか現場があれだよね。あの時一緒だったよね確か。この前のやつフェスト木島高原かなじゃなかったっけ。暖房つけてない。でも寒すぎてちょっとつけようか迷ってる今。ライブ屋内と屋外どっちがいい。屋外、屋外がいいな。最近マジでおデブちゃんなんだよ。ちゃんとしなきゃ。ご飯でもコンサート前になったらちょっとやっともう一回始めるからだけど、体調崩すといけない。本当にね、また体調崩しちゃうよ。大の字さんのお母さんはどれになる。そんな、なんでお母さん情報知ってるの。森ちゃん、クマ風船ありがとうございます。喉痛い。私は喉痛くないよまだ。私はまだ痛くないからね。ちょっと暖房つけてくるわ。待ってて。じゃあ よいしょ。なんかこの前さ、あ、そうだ、キットカット取ってこい。なんかキットカットさ、3つ入りのやつあるじゃん、箱に入ったやつ。なんかさ、あれ
休憩みたいな、なんか1枚につき1休憩みたいなの書いてて、あーんと思って、休憩1回の休憩で1個しかキットカット食べないわけねえだろうと思って、あブレイクそうそう、なんかワンブレイクワンキットカットみたいな感じで、何言ってんねんみたいな、ワンブレイクでなんか5キットカットぐらいいくわと思って、何言ってんねんと思って、そう普通にみたいな、なわけないでしょ。おいてればそうなの、まだお会いしたことがないから私、そう普通にだから思ってさ、みたいな、ワンブレイクでさワンキットカットなわけなくない、そんなみんなキットカットさ1個になんかそんなすごいなんか、キットカットですかみたいになってんの、5個ぐらいいかないキットカットって1回食べるときにさ、みんなそんななんかあれなの、朝食食ってんの、あった冷蔵庫でしたから、キットカットと一緒ね。でも最近あれチョコ頼んだの、注文したの楽天で、なんか割れチョコみたいなじゃん、割れたやつがいっぱい入ってた、あれ2種類でどのぐらいか忘れたけど1500円でみたいな買えるやつがあって、マシュマロミルクチョコのやつと、あとカラースプレーが入ったホワイトチョコの割れチョコ買いました。なんかX でなんかめっちゃバズってて買ってみた、キットカット割ったら手汚れるくない、そう、わらせんべい的な感じよ。まあこれから分かることは、私はめんどくさがり屋ってことですね。美味しい、キットカット大好きなんだよ私、キットカットと小枝好きなんだよね、壁にみんなこれのこと無視してね、これお洋服だよお洋服が挟まっちゃってんのよ、キットカットとコーヒー合うよね、でもコーヒーない、ブラックサンダーよりキットカットが好きだな、キットカット専門店とかあったの、めっちゃ行きたいんだけど、白と水色の可愛いスタバ出た、あれさ美味しいんだけどさ、あの上の水色のさ食感があんま好きじゃないんだよ、私飲み物の中にジャリジャリとかが入ってほしくない人だから、あの水色が可愛いんだけど、でもいらないんだよな、うまいである、こういうお菓子開発する人ってすごいよね、北海道の白い恋人最近食べたよ、なんかスタッフさんが行ってたっぽくて、北海道お土産で置いてくれてて美味しかった、中のホワイトチョコが美味しい、キットカットとパピコ女の子とシェアした時感動した数十年前、あらあら
今でもシェアしようと思えばできるんじゃない？なんか適当にその辺の人に分けてみたら。すごい、あまりにも嘘っぽい指原莉乃さんが来ためっちゃおもろい。あまりにも嘘っぽすぎる。もうちょっと本物感出しなよ。海外の方がキットカット爆買いして、だって美味しいもん、キットカット、それは買うよね。でもこの前のさ、私のタクナルでも言ったけどさ、やっぱ海外の方ね、マジでね、こんにゃくゼリー買う人マジで多い。ドンキ行ったらみんなこんにゃくゼリー入れてんの、カゴの中に。でもなんかさ、買い占められてなくなったら困るとはいえさ、でもやっぱそういうさ、観光に来た方とかがさ、日本のさ、お菓子をこう美味しいって言っていっぱい買ってくるの、私は結構嬉しいなって思っちゃうよね。あ、そう、買い占めで転売とか良くないかもしれないけど、でもそれで美味しいからっていっぱい買ってくれるの嬉しいなと思う。なんかこんにゃくゼリー、なんでだったかな、韓国かなんかでその喉に詰まらせたりするからなんか規制がかかったみたいな。でなんかある形によってなんか OK で OK じゃないのがあるらしくて、でも日本では OK だからみたいな感じだった気がするな。抹茶のキットカット、あー抹茶ダメなんだよ私、日本人のくせに。わかんないけど、そんな感じ。でもさ、美味しいじゃん、美味しいしさ、しかもなんかダイエット向きらしくて、こんにゃくゼリーって。そうだから余計みんな買うみたいな。こんにゃくゼリーって美味しいよな。私はこんにゃくゼリーチューチューするタイプが好きです。越前ガニ解禁して売り出した、おえー素晴らしい。キットカットってイギリスのもの、なんで？クラッシュ、でもクラッシュの方も美味しいんだよな。こうニャック畑でフルーツ取れたニャクニャク、クラッシュタイプのこんにゃく畑、ニャクニャク。一時販売。でもさ、まあ噛めばいい話じゃん。噛めばさ、つまらないしさ、一気にゴクンっていかなきゃいいのにさ、でもそれのせいでさ、販売停止って、まあ、ちょっとかわいそうし、かわいそうだよね。こんにゃくゼリー食いなのがギリ好き、その程度しか私への愛はないのね。キットカットショコラトリー大丸福岡店、そんなのあんの、ちょっとりなちゃんに送っといて。てんてこちゃん、くまポップコーンありがとうございます。クラッシュタイプのこんにゃく畑、あ、わかる。こんにゃくゼリーで私も凍らせるの好き。なんかバドミントンとかやってる小学生時代、大会の前日から冷凍庫にこんにゃくゼリー入れといて、なんか保冷バッグに入れて持ってってた記憶ある。あれ美味しいんだよね、凍らせ。でもなんかあんま凍らせない方がいいみたいな。だってうちもやってたしな、ちょっと前。最近やってないけど。お餅、お餅の方が怖いよね。お餅マジで自分で食べてる自分を想像すると詰まらせてるもん、毎回。想像で私自分で餅食べさせるんだけど、自分に詰まらせてるもんな、想像上の自分は。ハリボーって凍らせたら美味しいの？なんか最近さ、ハリボーとかさ、なんかペタグミとかさ、なんかそのソーダとかサイダー、なんか炭酸飲料とかにつけてさ、ふやかして大きくして、でそれをなんか冷凍させて、琥珀糖もどきみたいな ASMR みたいなのが最近流行ってるらしいんですけど、なんかでもそれ結構なんか検証してる人たちがいて、美味しくないって言ってた。そう、想像なの。なんか自分が餅食べてることを想像すると毎回おわってなってんだよねだから餅食べるのあんま得意じゃない、怖い。食べてみたらそうでもないんだけど、そう、怖い、餅怖い。ちょっとだけ
団子はいけるけど餅怖い。でもさ、家で一人で詰まった場合どうしたらいいの。もう手突っ込んでさ、あーってそれしかないのかな。かな、どうしたらいいんだろう。家で一人だったらさ、もう突っ込んで、あーってやるしかない。あの手品でさ、口からさ国旗出す人みたいにさ、あー引っ張り出すしかないのか。怖くない餅。そう考えたらめちゃめちゃ餅怖くない。めっちゃ怖くない。怖いんだけど、ね、私そんなのしなきゃいけないんだったら、え、掃除機で本当にあれって取れるの？思うけどさ、掃除機っていける？そんな簡単にさ、アニメみたいにスポンって取れるのかな？無理じゃない？え、でも多分私お箸突っ込むと思う。お箸こう2本突っ込んで頑張ってこう掴んで取るんじゃないかなって思う。取れないよね、やっぱ掃除機じゃん。むずくない？そもそも嫌だよ。そもそもその掃除機口の中に突っ込みたくない。そりゃそりゃ嫌だよ。私だってそんな口の中に掃除機突っ込んで、あーあーとかなりたくないよ。なんか誰かいたらさ、こうなんたら法みたいなでさ、みぞおちんとこグンってさ、こう後ろからバックハグみたいな形にしてみぞおちんとこグッってやったらさ出てくるらしいけどさ、ハイミリック法、それかな。なんかあるよね、みぞおちんとこグッて押すやつ。掃除機と吸引対決したら分かる。え、何してんの普段家で。何してんの、吸引対決とかしてるの家で。掃除機と コロコロしかない家。確かにコロコロじゃ無理だな。いやダメだ、今頭の中のリナが喉に餅詰まらせてるわ。ダメだ、餅ちょっと一時怖いからやめとこう。平餅か。どうなんだろう。あの鍋とかに使うペラペラのやつならいいよ。現在キットカットショコラトリー大丸福岡天神店閉店して、え、だよね。やっぱり見たことないもん、聞いたことなかったもん。いつまで言ってたんだろう、行きたかったな。みかんか、難しいな。みかんは結構あれだな、レベル的にはそんな高くないよな。サラダ油飲んだな、ならないよ。お汁粉美味しいよな。うわー、ここもニキビがある。ここにもニキビがある。痛いんだけど。何これ、ちょっと見ていい？フィルターかかってるから配信じゃ。うわー、まあまあちゃんとしたニキビだ。やばい、そろそろ皮膚科行こうかな。なんか思ったより結構がっつりニキビができ始めた最近。メイクすれば見えないんだけどね。やだ、何ニキビちゃん。
んどん治りづらくなっていくんだろうな。今までそんなできるタイプじゃなかったからこそさ、できた時の対処法が難しい。ほっぺの跡ってなんだ、ここのやつかな。これはねちょっとだけ残ってるけど、まだギリそんなにいいかなって感じ。ニキビでも荒れてる。でも最近言われた、整骨院行った時に先生から、なんか最近なんか腸やられてましたかみたいな、胃か腸やられてましたかって言われて、あの私がさ一回さ、なんだっけ、急性胃腸炎みたいになってる日があったじゃん。メールかなんかで多分なんか送ったと思うんだけど、それなった次の日だったから、先生正解っつって、なんでわかるんですか、なんかわかるらしい。結構それが背中とかにも出てたらしくて、すごいっつって、よくわかりましたねって。すごいよな。全然関係ないけど、あの私の生誕 T をこの前友達が、なんか生誕 T 可愛い、私が着てる写真載せてじゃんストーリーに、そしたら「あれ可愛い、欲しい」って言われたけど、「ごめんもう販売終わったわ」っつって。エカさん、熊風船ありがとうございます。ビオフェルミンか、新ビオフェルミン S、 これお肌じゃなくて背中に出てたっぽい。背中かな、私が背中とか、なんか肩甲骨あたりが基本痛いんですけど。エリナあるけど、いいよあげなくて。でもその整骨院の先生も欲しいって言ってた。いや、どこで着るんですか、買おうと思ったらもう受付が終わっちゃってましたって。着ないでしょ。でもなんか私のファンのやつで、本当かどうか分かんないけど、買い忘れたけど欲しいみたいな人いたよ、一人。今日はコメントしてないけど、たまにいるこのルームにも。いや先生アイドル知らないの、基本知らない人なんだけど。ファンは買い忘れんやろ。でもそれでも買い忘れた人たちいるからね。最近校内、最近校内一旦落ち着いてる。生誕 T 可愛いよな、やっぱ今年の。でも今年の生誕は可愛くない？毎年なんか結構 T シャツネタだったけど、今年は割とデザインちゃんと重視で頑張ったけどな。ね、可愛いよね。来年1月から、そう、年齢がなくなるから、もうちょっと着やすくはなるけど、まあ、でも生誕 T って感じじゃなくなったよね。でも生誕祭でみんな来てくれると嬉しいな。まあ背番号なくなったらもう自分でつけるしかないよね、フェルトとかで。私のまではあるんだけど、来年1月分からないです。24はキリがいいっしょ。どういうことだ、24キリがいいか。公約数みたいなの多いけどな、24購買数、じゃあ公約数。
軸回り見てます、ありがとうございます、お疲れ様です。誰かにあげないと1枚余る、本当。じゃあなんかコメントでいたら紹介してあげるよ。でもせっかく2枚買ったならさ、お金もらって譲んな。結構かわいい、失礼だな、結構かわいいって、結構かわいいって全然褒め言葉じゃないからなあ、結構はまあ褒め言葉なのかな、どうなんだろう、あれ意味によるな、結構が思ったより可愛かったって意味だったらちょっと怒るよ。時間が60分の理由も約数が多いから、そうだっけ、そうなの、意外と可愛い、意外と可愛いか、じゃあダメだな、はい、アウト。福袋の宣伝の日マジさ、体調を崩してた日だってさ、忘れててマジ悲しい。意外と、いや意外とはダメでしょ、意外と可愛いわ、だって思ったよりそんな可愛いと思ってなかったけどみたいな感じじゃん。意外とはアウトだね、普通に栗山チェックアウトです今私の中でお母さんと一緒のワンワンが歌ってます。楽しくなっちゃうな、ぐる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 、めっちゃ歌ってる頭の中でワンワンが、最悪やばい、どうしよう、絶対これ一日ワンワンが頭が離れないやつだ。いないいないバーだっけ、お母さんと一緒じゃないか、あ、いないいないバーか、あれ寝つけないタイプ、いやそんなワンワンごときで寝つけないことはない。別にそんななんか、別にでも私なんか歌が頭から離れなくて寝れないはないかも、考え事で寝れないはあるけど、ご常時かい、もういいって、もう思んないぞ初見だから何個か拾ったけど、言うて私はそんな普段からそんな言葉言われたら拾わないからね。この2日愛の色流れたらもうずっとね愛の色の時とかあるんだよな。何が多いかな、でも最近何が流れるかなと思うのか、言うほどだな、変な夢、最近変な夢見たよ、なんかピアスを開けた夢見たんだけど、そのピアス開けたいみたいに言ってたじゃんちょっと前に、でピアスの夢を見たんだけど、めちゃめちゃなんかそのピアス開けたのはいいんだけど、その事務所に許可を取ってなくて開けちゃったので、許可取ってないからみたいな、この話したよな、でもその許可取ってないから透明のピアス、頭皮とかでファーストピアスをそのつけてバレないようにしないといけないのに、なぜかその夢の中でつけてるピアスがこんなに太くてこんな長いピアス、透明のピアスでもうボーンって見えんのすぐ、そんな、しかもピアスつけれるかっていうぐらいのピアスつけて、透明のやつで、ユエルさんとかに「えどうしようどうしよう」みたいな、「これじゃ絶対バレるよね」みたいな、「ちっちゃいのないかな」みたいな、そう、通報までしなくていいよ、それはちょっとやりすぎそうで、ユエルさんに「どうしようどうしよう」みたいな、でそしたらユエルさんが「あそこのコンビニ確か透明ピアス売ってたよ」みたいに言われて、なんか愛梨と一緒にコンビニに走って、でそのちっちゃめの透明のピアスを買って、でつけようかっていう時に起きた、そう、なんかね夢の中だからやっぱ変なことばかしてんだよね、なんでそんなでっかい透明のピアスをつけてたとかっていうのも気になるし、
実際コンビニ売ってない売ってない、コンビニ多分トーピーなんて売ってないと思う。そう、なんか不思議な、マジ不思議だった。めっちゃでっかかったピアス。覚えてない、夢だから。でも開けた時、開けてもう開いてたの夢の中では。だから開けた時からじゃないかな。マサイメやめてよ、これマサイメだったら怖いよ。私でもマサイメ結構見るタイプかな。なんかふとした瞬間に、あーこれ夢で見たよなーみたいな、あの雰囲気、雰囲気っていうかその場のあれよく感じる。山奥で巨大なヒグマに遭遇してみたいな、怖っ。受けられた。ある日森の中、マサイメのやつ、いやそんな絶対ならない。だってこんなでかいんだよ、こんな長さだよ、こんな長さだよ、こんな太さだよ。そもそも耳よりでかいしっていう、よくそれさせたよなっていうレベル。まさく森の道、クマさんに出会った。今日カラオケで私久しぶりにめめしくてございました。めめしくてめめしくてめめしくて辛いよ。 K4 で全国ツアー、あ楽しそうだね。ピアスを開けることはコミュニケーション不足あれゆうゆるさんとコミュニケーション不足結構話してるんだけどな。君と手をつなぎ踊りたい、たくさんの人混みの中、君の笑顔だけが輝いて。久しぶりに歌った。ひじりと今日2人で行ったんだけど、ひじりから2人のカラオケでそれを歌うと初めて見たって言われた。 HKT 発行したさ、最高、ありがとうございます。どっかで全然どっかでも歌わないなんかいっぱい歌った。今日は何歌ったかなと。私のでもおはこはマジで恋する5秒前だから、大体それを歌うかな。タカさん、クマありがとうございます。あと私がおばさんになっても、あの木綿のハンカチーフとか歌ってた。君に番号、よし好き、私もそれ。また君に番号を聞けない、あれめっちゃ好き、オチが好き。意外と昔の曲、昔の曲知ってるっちゃ知ってるんだよ。なんでだろうね。なんかでもあのパパの車に流れてた曲もはそれで知ったけど、なんだろうな、あの例えば歌うま番組とかじゃん、歌のカラオケ番組みたいな、歌うまのあれで歌ってたのを好きになったりとかある。お面のハンカチーフはジーナさんが歌唱力で歌ってて、あなんかいい歌だなみたいな感じで知った気がする。ブリンバンバン歌えるのすごいな。私山口萌え様歌わないんだよ。それだったら松田聖子さんの方歌うかも。で松田聖子さんカラオケになると突然キーがなんかめっちゃ上がるんだよね。中森明菜さん、少女 A とか。いいのいいのいいの涙さえいいの。これもそうだっけ。え、なんか松田さん歌えないことはないんだけど、カラオケになると突然なんかキーがね上がるんだよね、勝手に。HKT 発行したいさん、最高、ありがとうございます。あ、これ工藤静香さんか。島んちゅ。僕が奪われたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。これじゃなかったっけ。輝く星も流れる雲も、
でも行く人によって歌う曲変えるかも。ひじりとかは基本的にあんまりなんていうの、アイドルとか歌わないっていうか、カラオケとかでは歌わないみたいな人だから歌わないかな。でもクルタンとかだと、クルタンもそんなにいっぱい行ったことないんだけど、クルタンは結構アイドルとか歌う人だからアイドル歌うかな。アニソン、あ、ひじりね、あのアイカツとか、あとあのラブライブのミューズさんの歌とか結構今日も歌ってた。これなんか愛の手あったらなんかヘイヘイヘイとか言ってる横で。それ以外はもちろん歌うけどね。ブリンババ歌う子はメンバーわかんないけど、さっきファンの人には一人いました、ブリンババ歌ったよって。ビギンさん、なんか歌ってたよそれ、歌ってたかな、なんか一曲聴いた気がするけどな。コナンの歌はソースは歌おうか迷って、歌えなそうだなと思ってやめた。私はあなたにはチェッカーズさん聞いたことあるけど歌は分かんないかも。ずっと僕から、あ、違う、歌ってないわ、ひじり、その名前が出てきただけだ。見てる見てるだけ。小泉京子さんなんだっけ、あれだっけ、あのなんてだって私はアイドル、これだっけ、年下の男の子、寂しくない生意気で憎らしいけど好きなの、 LOV なケーキイス、学園天国ってそれ誰だっけ、あの人じゃないの、なんとかファイブ、スイレンカ歌わないな。夏のジャンボリーフィンガーファイブ、やっぱそうだよね、元はそうだよね。ちなみに30分になったら終わります。この後もね、へへ、まるさんと一緒にあれするからね。なんか初見の人に煽られてるんだけど、怖すぎ、ブロックしちゃおう。たかが初見なのに私の配信に口出しするとは。てかなんかだるかったらもう配信終わってるし、1時間も配信しないでしょ、だるかったら。めんどくせえ、こういうコメント。終わったらグラビア見返します。はがき出しといてね、みんな。っていうかさ、そもそもさ、配信1時間もさやってんのにさ、だるかったらやめたらとかさ、いや配信1時間するってまあまあすごいことやぞ。リナのプライベートの1時間を削ってるわけやからな、自分でやってるからさ、あれとはいえ自分でやってるから、なんていうの、プライベート削ってとか普段言わないけどさ、
普通にさ、その分さ、プライベートで好きなことできる時間をさ、配信でさ1時間もやってるのにさ、そんななんかだるかってるとか言うてもさ、知るかよって話だよね。で、毎回思うんだよ。別にさ、恩を着せるとかはないけどさ、それで。はなった。オッケー、ランキングも13位、マックさんありがとうございます。12瞬間ありがとうございます。11位 BB さんありがとうございます。10位青白竹さんありがとうございます。9位タムちゃんありがとうございます。8位タカさんありがとうございます。7位テンタコちゃんありがとうございます。6位モリちゃんありがとうございます。5位マサミヤさんありがとうございます。4位ケロックニさんありがとうございます。3位エイカさんありがとうございます。2位 HKT チュエツオジさんありがとうございます。1位 HKT ハコースタイさんありがとうございます。だとしたらずっと独り言やめろ。そんなこと言うな。そんなことはしないさ。じゃあみんな明日公園で会いましょう。 DMM も見てね。明日ユニットなんでしょ。じゃあおやすみなさい。カラオケ配信はやりません。